性っていうのは朝なのか夕方なのか、どちらかどちらかに見えるか、それを後でこれお話します。金星を撮影してみようって呼びかけたら、あっちこっちから送ってくれました。で、携帯電話のカメラでも映せますし、大変あの明るいから簡単に映せます。今の携帯電話はものすごくいいカメラなんですよね。できればこういうふうに周囲の景色と一緒に映してくれる。で、さっきの長崎の平和記念像のようなところでこう撮る。口止めだったらどこと一緒に撮ればいいですかね。小学校の校舎のそばに出てる金星とか、そういうのもいいと思うんですよね。市役所の建物と一緒に撮るとかね。それローカルショップもある。で、撮影のポイントは、まあ、カメラはやっぱり慣れてる人が上手に撮りますよね。それはやっぱり手ぶれをしないように、手で撮るっていうものもいいけど、どっかにこう据え付けておいてカメラを、それで撮るね。本当はまあどっかあの塀の上にこうカメラを乗っけて、しっかり手が動かないようにして撮るとか、そういう撮り方ができるんですね。で、セルフタイマーのついてるカメラが今多いと思いますけど、その場合はシャッターボタンを押して 2,3 秒後にシャッターが切れるようにすると割といいかなと思いますね。まあ、そんなような注意事項もあります。それからフラッシュは使わない、ね、それから、まあ、いろんな、それはあの、お父さんやお母さんに聞いて、お子さんが一緒にあのそばで撮るといいかなと思いますね。まあ、あと金星を望遠鏡で見るお話、望遠鏡をお持ちの方はぜひ見てくれるといいんですけど、望遠鏡で見た特徴っていうのは、こういうふうに金星が形が変わっていくっていうのが面白いですよね。みるみるうちに変わっていくわけではありませんけど、今日は満月のような丸い金星だとか、今日はちょっとこういうふうに欠けてたなとか、そういうことを望遠鏡で見ると形まで分かりますから、それもとっても変わる。それから暁ってさっき打ち上げた探査機は、一番大きな仕事はこういうスーパーローテーションって書いてあるんですけど、金星って、これが金星でこれ地球なんですけど、この金星は見たままではありません。これは電波で撮った、アメリカの探査機マゼランっていうのが電波で撮ったものをコンピューターで処理してこの色をつけてるんですけど、でも大きさは地球と比べて大体似てますね。地球とほぼ同じ大きさですね。